ブラウンです。今日は賞金についての話です。そういえば B リーグ選手って大会に優勝したりするといくらもらえるんだろうと考えたことある人いると思います。そこで今回はタイトルにある通りお金の話やで。ふぅ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 イエーイ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 。みんなお金の好きさで右に出ない人知ってる？誰それ？それはね、俺。それはね、底辺 YouTuber で金がないからだろ。いいもん、頑張るもん。ということで今回は B リーグで賞金が出る大会と海外の大会についても少しだけ話していこうと思います。はい、これの選手クイズです。今回のヒントはこちら。ヒント1、身長167センチ。ヒント2、アメリカの大学の出身。ヒント3、とにかくうまい。最後の方に4つ目のヒントとともに答えを発表しますのでお楽しみに。アーリーカップ。このシーズン一番初めに行われるこの大会は優勝チームにしか賞金がいきません。ケッチ。そう思いの、そこのあなた。だってしょうがないじゃないか、優勝チーム6チームもあるんだから。そしてアーリーカップの優勝賞金は200万ですね。おお、200万か。俺の年収よりは高いな。とワーキングパーソンが頬に手を当て天井を眺めているかもしれませんが、これは序の口。他の大会はもっとお金がもらえる。それじゃあ次、地区優勝。はい、次は地区優勝の金額ですね。この時にもらえる金額は1000万。おお、一気に跳ね上がったぜ。1000万か。おお、俺様の年収ならかなわなくもかなわなくもかなわなくもかなわねえな。となる大金、あ、じゃなくて大金。いいねいいね、このお金で新人選手2人雇えるぜ。そしてこの金額は来シーズンだと多少なりとも増えると思います。理由はレギュレーションの変更で地区数が少なくなったからですね。これでもし、いや仮に万が一、いや奥が1に地区優勝の金額が変わらない場合は、 B リーグさん、あったら財布潤ってるんとちゃいますか？うちに少し金恵んでくれますか？あ、ノーて聞いてんのか俺と、泣く子もボビーも安倍晋三も黙る安西さん、いや安西組長がおいでになることもあるでしょう。海外の大会。はい、ここでは B リーグに所属するチームが毎年出場しているアジア大会の賞金を発表します。まずはダ・テレフィック12、過去テレフィック12ですね。この大会は日本、中国、韓国、フィリピンから計12チームが選出され大会を行います。今シーズンだと B リーグからは去年チャンピオンシップでベスト4の千葉、宇都宮、琉球と中地区優勝した新潟が出場しました。そしてアジアに挑んだ B リーグの屈強な精鋭チームたち、うわーと雄たけびを上げモチベーションマックスで試合に臨み惨敗。そんな B リーグ勢を華麗に打ち負かしたこの大会の優勝賞金は15万ドル。グローバル。ざっと円に換算すると1500万円ですね。ちなみに準優勝は1000万、3位は500万だそうです。さすがたった1週間で終わる大会なのにここまでの金を出せるなんてやばい。そして次は FIBA アジアチャンピオンカップですね。この大会はアジア各国のリーグで優勝したチームを集結させて行う大会で、 B リーグからはアルバルク東京が出場しました。しかしテリフィックで他の B リーグ勢がボコられた通り、アジアのチームはやっぱり強く厳しい苦戦を強いられた後優勝しました。え？しかもたった9人で。とまたアルバルク東京の強さを実感した大会でしたね。そんな大会の優勝賞金は分かりませんでした。本当にすいません。もし分かるよっていう人がいたらコメントお願いします。チャンピオンシップシーズン最後の集大成、チャンピオンシップ、もちろんのこと一番金が入る。まずは B2 の賞金から発表します。実は B2 は賞金がもらえるのが優勝チームと準優勝チームの2チームだけなんですよね。はい、 B2 準優勝チームの獲得は300万。アーリーカップ優勝の賞金がちょっと増えたくらいですね。シーズン最後のイベントの金額にしては安。続いて優勝チームですね。皆さんいくらだと思いますか？
準優勝で300万となるとどれくらいだと予想しますか？ちょっと考えてみましょう。シンキングタイムは1秒。はい、終了です。ということで B2 の年間優勝チームが獲得できる金額は1000万です。おー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 おお、 B1 地区優勝と同じ金額ですね。それでは B1 の発表いきましょう。まずはベスト8の獲得金額、これは500万です。リアクションしづらい。まあなんとも言えない金の量ですね。続きましてベスト4と準優勝、一気にいきましょう。ベスト4の獲得金額は750万円。そして準優勝の獲得金額は2000万円。準優勝すげー、たっかたっかたっか。2000万、ちょっと上がりすぎないかい。なんとベスト8の4倍、アーリーカップ優勝の10倍だぜ。もうこれは一言言いたい、バランスって言葉知ってますか？あーすっきり。それでは最後に優勝チームの金額発表です。それでは参りましょう。チャンピオンシップ優勝チームの獲得金額は5000万。おー1億いかないんかい。ということで今回は賞金について話していきました。あー正直作ってて一番楽しかった、お金最高。皆さんは今日の動画を見てどう思いましたか？自由にコメント欄に書き込んでください。これからも B リーグを一緒に盛り上げていきましょう。はい、選手クイズ4つ目のヒントと答えの発表となります。ヒント1、身長167センチ。ヒント2、アメリカの大学出身。ヒント3、とにかくうまい。ヒント4、年俸1億。ということで答えは富樫勇樹でした。それでは。